どうもミキティです。今日はガジェット女子のミニマムパッキングについてお話ししていこうと思います。それでは早速レッツゴー。はい、ということでですね、今私これ自宅ではなくてホテルにおります。今日は長崎県に旅行に来てまして、ホテルに宿泊してるんですけれども、今日のテーマね、ガジェット女子のミニマムパッキングっていうことなんですけど、これ男女問わずだと思うんですけど、カメラやってる人荷物多くなりません？私普段からすっごい荷物多かったタイプで、なのでカメラを持って旅行に行くってなると、もう一泊でもねすごい荷物の量だったんですよ。スーツケースは必須だし、でっかいカメラリュックは持ってるし、なんかカバンとか持ってるしみたいな、すごいことになってたんですけど、なるべくね身軽に旅行がしたいということで、ここ最近試行錯誤した結果ですね、だいぶ荷物がちっちゃくなりました。はい、今最近は一泊はこの装備でですね、着替えもガジェットも貴重品も何もかも持って旅行ができるようになりました。スーツケースを卒業できました。というのを先日私のねノートになんとなく書いてみたら、結構これが好評でして、旅行グッズをね真似して買ってみたよってツイッターで報告してくれた人がいたりとか、ノートの記事にコメントをくれた人とかもいて、実は結構気になる人多いんじゃないかなと思ってですね、 YouTube でも詳しく掘り下げていこうかなと思います。特に女性の方はですね、お化粧品持ってたりとか、なんかいろいろこだわりのアイテム持ってたりとかで、男性よりも特に荷物多くなりやすいと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思います。では早速ちょっと中身をね紹介していこうと思います。はい、まずはじゃあこのリュックの中身から、紹介していこうと思います。どんな感じで詰めて荷物を減らしているのかとかをね紹介していきます。まずカバンはブルックリンファクトリーの、これ見た目可愛いんですけど、ちゃんとカメラバッグです。これは別で紹介動画出してるので、ぜひ見ていただければなと思うんですが、残念ながらこれもうちょっと買えないので、見てもちょっと同じものを購入はできないんですけれども、ではちょっと中身を開けていきます。まずはちょっとガジェットじゃなくて一般的な着替え的なそういうものからね紹介していくと思います。カパッと開いて、ちょっとひとまず出していきますね。はい、リュックの上段に入ってるのがこんな感じです。結構コンパクトにまとまってると思うんですけど、まずこれがですね、めちゃめちゃノート記事で人気だったアイテムなんですけど、これが何かというと着替えを入れる用の圧縮バッグです。ダイソーで100円で私ゲットできたんですけど、今めちゃめちゃ人気で、だいぶ売り切れがすごいみたいで見つけられたら奇跡っていう感じなんですけどね。これ何がすごいかというと、はい、今こっち空なんですけど、こんな感じでここにですね着替えを入れられるんですよ。でこれがすいません、ちょっと下着とか入ってるので中身全部はさすがに開けられないんですけど、こっち側もこっちと同じように開くようになってるので、2面側着替え入れられるようになってて、着終わった汚れてる方、これから着る新しい方っていう感じでね分けて収納できます。でさらにすごいのがですね、この片面着替え入れるところのジッパーの他にもう一個ジッパーがついていて、今結構ね膨らんでると思うんですけど、この真ん中のジッパーを締めてあげることで、はい、ギュッと服を圧縮できるんです。でこの中ね、ちなみにどのくらいの洋服が今入ってるかっていうと、私と、相方のムラピーの着替え2人分が実は1泊分入ってます。なので下着それぞれ1回分と、あと今回お洋服はね、最近1泊の時は私がこういうビスチェタイプのワンピースで中の T シャツだけね着替えればいいようにしているので、替え用の T シャツ1枚で、相方のムラピーもズボンは2日とも同じの着てて、上のシャツだけ替えればいいようにしてるので T シャツ1枚なので、 T シャツが2枚とそれぞれの下着がきっちり収まって、この薄さって感じです。これをゲットしてからね、だいぶ荷物が収まりよくなりました。ここにすっぽりと入ります。でお次がこちらですね。これが、スキンケアアイテムとお化粧品が入ってます。これ見たことある人多いかなと思うんですが、無印良品で有名なやつのパクリですパチモンです。無印は1500円ぐらいするんですけど、これをね Amazon で1000円で買いました。中身こんな感じ、フックがついてるので洗面所とかでホテルでこうやって引っ掛けられるんですけど、私はあんま引っ掛けて使ったことはないんですが、ここに必要なスキンケアアイテムと化粧品を入れてます。上段のこちらがスキンケアアイテム、これはこれでねマジックテープによって取り外しができるんですけど、スキンケアは基本的に使ったこと
ことがある使い捨てられるものか家で使ってるものを詰め替えて持ってきてます。っていうのが私別に敏感肌って感じではないんですけど合わない化粧品が結構多いのでこんな感じで美容液とヘアオイルは100均で売ってるちっちゃい容器に必要な分だけ詰め替えてます。で化粧水はかさばるのが嫌なのでこういう1回使い切りのパックでかつ過去に使ったことがあって絶対に荒れないという確証が持てるやつを持ってきます。こういう使い捨てられるものは終わったらどんどん荷物が減っていくのでとっても楽です。であと今回ちょっと使わなかったんですがこれコンタクトの洗浄液の使い捨てタイプですね。これもね使ったら捨てられるしコンビニで100円ぐらいで買えるので毎回旅行行くときコンビニ寄ってこれを買って持ってきてます。あとどっかのホテルにもらった櫛とかを入れてます。なのでスキンケアとかもなるべくこだわってというか安全なものを使いたいけれどもポイ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 捨てていけるようにするかちっちゃく詰め替えるかっていう感じでだいぶここに収まるようになって荷物が減りました。お次がお化粧品ですね。顔面作る化粧品がここに入ってます。私はなんかそんなにすごい化粧をめっちゃしっかりするタイプっていうよりはまあ最低限しか普段からしないタイプなのであんまたくさんは入れてないんですけど普段から使ってるものを持ってきてます。キッシュ用品とかはあんまり使わない感じでチューブ系の下地とかのかさばるものだけ詰め替えて持ってくるんですけどそれ以外はだいたいそのままここにボコボコ入れてくる感じですね。結構自分の肌の色に合うアイシャドウのパレットとかだけ1個持ってるだけでもなんか色混ぜたりすれば他のところにも代用できたりするので意外となんとかなってます。はい、という感じで、洗面具系ですね。化粧品とスキンケアはこれにカチャッと収めてこのくらい。以前は私も結構ボトルの化粧水そのまま持ってたりとかしてたんですけどそれをやめてからだいぶマシになりました。であと一応歯ブラシは持ち歩いてます。これ無印の歯ブラシなんですけどここに通気口の穴があるので中に湿気がこもりにくいよっていうタイプ、まあ、別にホテルにあるからぶっちゃけ持ってこなくてもいいですけどね。あとこちらがこれはカーディガンです。今回は長崎に旅行ということで今10月中旬なので必要ないかなと思ったんですけど夜とかは若干冷えるので半袖だしねこれをぐしゃぐしゃっとくるくるっとしてポイッと入れてます。あとこちらが、カメラの簡易的なお掃除グッズ。これアルコールが入ってないタイプのミストが出るようになってて、これでボディとか液晶とかレンズ拭いたりできたり。よいしょ。こっち側にはクロスレンズとか液晶拭くクロスがねこうやってしまいます。カラビナがついてるのでカバンに引っ掛けることもできるんですがちょっとこのポップなピンクあんまり外に出すのカバンに合わないなと思うので中にしまってます。あとは飛行機ね今回 LCC じゃないけど Wi-Fi が使えない飛行機だったので暇な時に読みたくて持ってきたんですが結局寝てたので読んでません。はい、では次お待ちかねのガジェットコーナーをちょっとお見せしようと思います。このリュックはここにバコッと物が入るタイプになってます。まずはですね今回の旅ノートも ZFC にしました。こいつに 28mm のニコン Z のレンズをつけて1台ぶち込んでおります。で替えのレンズはオールドレンズコンタックスの 135mm とこれなんかキャップリアキャップめっちゃ落ちるんだよな、ね、とインダスターですね。であとここに入ってるのはネックマウントです。今まで Vlog 外で撮る Vlog も全部 ZFC でこうやって撮ってたんですけどなんかね一周回ってなんだかんだこういう室内はいいんですけど外でこうやって喋ったりして撮るのは iPhone が結局便利だなってなって最近は外では iPhone で撮ってます。昔の iPhone と違って画質もいいし手ぶれもしないしねとってもいいですよね。これ1400円ぐらいで Amazon で買ったネックマウントです。あとは充電器系ですね。バッテリーこちらがマテックのモバイルバッテリーにもなるし普通にガチャって挿して充電器としても使える。1万ミリアンペアだったかな。結構急速充電でめちゃめちゃ早く充電できるしモバイルバッテリーとしてスマホ、カメラ、MacBook、パソコンの充電もできるしっていうね結構便利です。 USB-C のポートが2個付いてます。重いんですけど旅行の時これ1個あれば済むのでとても便利。あとこの中に各種ケーブルが入ってます。ちょっと今全部出すとあれなんで出さないんですけど入ってるもの C2C のケーブルが1本と、C2 ライトニングが1本 iPhone 用ですねと、Apple Watch のが1本と一応有線のイヤホンが1本この中に入ってるっていう感じです。これ前に旅行に行った時に買った金ちゃん。最近はカメラのバッテリーもバッテリーチャージャー充電器持ち歩くのやめてもうこのアダプターからバッテリーから直接C2C のケーブルでカメラにつないで充電してます。
あとはですね、一応パソコンも旅行の時は持ってきてて、ここにパソコン入れるコーナーがあるので、ここですね、よいしょ。私は MacBook Air の M1 を使ってます。この夏に Windows から乗り換えました。カバーを一応つけてまして、っていうのがなんか汚ねえな、なんか汚ねえな。私結構物を傷つける壊す天才なので、この木目のカバーをつけて、代わりにスリーブとかはつけてないっていう感じですね。なんでこの汚いんだよ。おった、こいつや。このカバン、パソコンよりかなりでかいので、私これ何インチ ?13 かな、MacBook Air って。なんですけど、全然余りますね。はい。あと、おまけで言うと、ここについてるのが、これ、メガネです。普通にサングラスとかおしゃれメガネじゃなくて、ガチメガネです。目が悪くてコンタクトなんですけど、旅先で万が一コンタクト落としたりとか、目が痛くなったりとかした時に見えなくなるのは怖いので、こんな感じで、これ本当はサングラスケースなんですけど、結構無防備ですけどね、SHEINで300円で買いました。ちょっと怖いかなと思うんですけど、このリュック飛行機でも別に預け入れに預けず、手持ちで自分で持って歩くので、気をつけてればそんなに怖くないです。あとこちらに入ってるのが折りたたみの傘ですね。真夏とかだと日傘としても使うんですけど、結構最近私旅行の時に雨降られることが多くって、何かと活躍するので、ここに折りたたみ傘を入れてます。で、機材、着替え系はもうこのリュックにまるっと入ってて、で、今1泊2日の荷物なんですけど、頑張れば2泊ぐらいはいけるかなと思ってます。こちら最後はですね、リュックを背中に背負って体の前に背負ってるちっちゃいポシェットです。ここにはすぐに取り出せないと困るものたちを入れてます。ちなみにこのポシェットはダイソーで200円で買いました。結構軽くてめちゃめちゃ気に入ってます。この中身もちょっとガーッと出しますね。ゴミは出しませんけどね。はい、中身こんな感じです。ひとまずこれはお薬とか、ちょっとしたお化粧直しができるようなものが入っているポーチです。で、次お財布。お財布はもうこれ別に旅行用とかじゃなくて、普段からかなりちっちゃいタイプを使ってます。結構カード派なので、旅行来る時だけ現金持ってくるんですけど、基本旅行中もカードで払える時はカードで払っちゃうので、ちっちゃいお財布でも全然十分です。あと家の鍵、物をなくす天才なので、家の鍵はこれカラビナがねケースについてるので、ここに引っ掛けてこの中にしまう。あとこちらはバックハンガーですね。無印良品で買ったバックハンガー。結構荷物置き多いところもあるし、カメラリュックは結構外でもう床に置いちゃうからあんま気にしないんですけど、一応持ってます。と、ペーパーハンカチ、ハンカチにもなるティッシュとハンカチを持ってます。とリップとお気に入りのハンドクリーム。以前はですね、こういうちっちゃい貴重品入れポーチを肩掛けタイプにしてしまって、リュックと肩掛けでして、これを丸ごとなくすっていう失態をしたことがあるんですけど、これはもうボディバッグ的な感じで完全に体に密着するように斜め掛けしてるので、これはねなくさないかなっていう感じです。ということで、ちょっと今日の装備全部背負ってみたいと思います。はい、全部背負ってみるとこんな感じの装備になります。リュックを背負って、ここにポシェット、ここからお財布とかすぐ出せるので、旅行中食べ歩きとかもするので、ね、便利です。で、 iPhone も私物をね本当になくすので、 iPhone も、首にかけてますので、結構いろんなものかけててあれなんですけど、 iPhone は例えば写真を撮るときはね、カメラもまたここで首にかけたりするので、首にかけすぎて邪魔だなってときは iPhone はこうやってしてこんなかしまったりもします。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、ガジェット女子のミニマムパッキングというテーマでお送りいたしました。だいぶ身軽に旅行ができるようになったかなと思います。あとさっきちょっと言うの忘れてたんですけど、ヘアアイロンをね昔は持ってたんですよ。けど最近ヘアアイロン持つのをやめて、私のこの今ぐらいの長さだったらそんなになくてもドライヤーで頑張れるっていうのと、前髪とかもね結構巻いたりしてる時もあるんですけど、旅行に来る前に巻かなくてもいい長さに前髪を切ってくるっていう風にしたら、アイロンもいらなくなりました。
本気のミニマリストさんに比べるとまだまだ荷物多いと思うんですけど、まあ、だいぶねガジェットをたくさん持ってる割にはコンパクトになったんじゃないかなと思います。で今のね紹介したカメラバッグ、今日はボディ1台しか入ってなかったんですけど、前にね紹介した動画でもお話ししてるんですが、頑張ればですねボディ2台入ります。なのでボディ2台持ってても、まあ、リュック1個ポシェット1個で旅行に行けるかなと思うとだいぶ身軽なんじゃないでしょうか。ということでちょっと今日ねこの後また出かけるのでかなり早口で駆け足で動画撮ってしまったんですけれども、ちょっとゆっくり振り返りたいよっていう人は私のノートにね同じテーマで文字で上がってますので、ぜひそっちを見ていただければなと思います。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画ちょっとでもね良かったよとか参考になったよって思ってくださった方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。